広島の土砂災害から考える国土強靭化。広島市を襲った大規模な土砂災害、今日で発生から1週間迎えまして、これまでに66人の死亡が確認され、行方不明者21人に上っております。三沢さん、はい、今回のその事故に関してどのような あの、私、あの、広島経済大学さんに招かれて、しょっちゅうあの辺行ってるんですね。はい。まあ、あの、授業に行ってるんですけど。ええ。で、その山の斜面に、本当に家が密集して連なってる光景が、今でも目に焼き付いてるんですけど、ええ、まそこが今回土砂災害の被害にあってしまったんですけど、ええ。あの、別に土砂災害に限らず、我が国はこれ世界屈指の自然災害大国なんですよね。はい。で、まあ、戦争はわかりません。起きるかどうか。でも、 大規模自然災害という非常事態は常に起きえるんですよね。えー、はい。えー、で、そういうものに対策、あるいはその、備えることをしなくていいんですかと、いや、しなくちゃいけないんですね。はい。で、問題はですね、そういう非常事態っていうのは、起きないかもしれないんですね。ええー。でも起きるかもしれないと。はい。で、起きるかもしれない、起きないかもしれないという非常事態に備えるためには、やっぱりこう、政府っていうものが動かなくちゃいけないと。ええー。で、なぜかというと、非常事態に備えても、 それ自体では事業として利益になりませんから。基本的に全部赤字ですよね、えー。はい。 で、えー、しかも非常事態が発生しなかったらあ、じゃあ無駄だったんだねって話になっちゃうので、えー、ただ無駄かもしれないけれども、起きるかもしれないという非常事態に備えるために、政府っていう仕組みを人間を作って進化させてきたわけですね。今回のこの広島の土砂災害もですね、うん、15年前に、ま、同じようなことが起きて20人亡くなりましたね、は。そうですね。あねはい、そして、まあ、そこからですね、なんとかしなくちゃいけないっていうんで法律ができたりとかしてました。しただけれども、今回もですね、じゃあ、あの、なんで間に合わなかったかっていうと、 その一つの理由としては、その市役所の人員不足、なんですこれが挙げられているわけなんですよね、うん、ですから、警戒区域だとか、とかあの特別警戒区域だとか、その指定作業、まあ、これにも人数不足で、この指定作業が遅れていた、だから、間に合わなかったってことなんですけれどもです、これはね、ある意味、人災って呼んでもいいかもしれないけれども、えー、でも別に広島市はね、攻めたいわけじゃないんです、なぜかというと、えー、全国同じなんですよ。うん そのあの、公務員削れとかですね、そういうことをやってたわけですね。結果的に行政の人員不足で警戒区域、特別警戒区域に指定されてない。本当は指定しなくちゃいけないんだけど、されてないところってのはもう山ほどありますよ、日本全国にね。これなんでこんなことになったかって言ったら、はっきり言って日本国民の責任です。日本国民が、例えば公共投資の削減とかね、公務員の削減っていうのを、 支持してきたわけですよね、えー、で結果的に私たちは自分たちの,あの身の安全っていうのが守られなくなってるんですよっていうのに気づいてほしいんあと、今回の,その土砂災害で、ですね、うん、広島市の,その避難勧告、これが遅かったという指摘もあるわけなんですよこれ、市長さんも認めてますけど、これも別に市長さん、責めたいわけじゃないんです、なん、えーえー、でかというと、例えば避難勧告を早めに出しましたとかね。 あるいは、あの、想定以上にちょっと広めにね、避難してもらったとかやりますよね、市役所が。はい。結果的に、土砂災害が起きなかった場合に、住民の皆さんって、市役所攻めませんかと。無駄なことさせ上がってって感じで、と。そういう空気がありませんかってことなんですよね。いや、あります。絶対ありあるんですね。というかそ、そ,そういう空気があるとね、自治体側が、その想定範囲を広めに設定するとかね、避難勧告を早めにいる言うっていうのはね、こう、できなくなっちゃうんですよね。 で、あの、この間、この話を、あの、テレビでやった時に、こういう、まあ、あの、提案というか質問が来たんだけど、ええ、例えば、数字でね、あらかじめ、あの、あの、基準を設定しておいて、はい、そこを超えたら自動的に避難勧告みたいのはどうですかっていうんだけど、それはね、行政側は楽なんですよ。ええ で、だって数字に従った、はい、避難各国、はい、避難各国しませんいうのを決められるから。それじゃダメなんですよね。現実っていうのは、あの、数字では、あの、測られないような部分がかなり出てくるんで。えーはい、で、結局、あの、数字で決めて、マニュアル的にやりますよっていうのは、これ行政府の、あの、責任逃れなんですよ。えー、ということで、要は、あの、人間が判断しなくちゃいけないと。しかも、あの、明確な判断基準っていうのはないんですね。はい、でもやらなくちゃいけないというか、ぐしゃ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 した感じな、これでやるしかないっていうのが、これが安全保障なんですね。<ー>それをね、責めないでほしいんですよね、住民の方が。 えーえー、あの、効率化なんかではできないんですよ、基本的に。あと、その、安全保障、もう一回私たちは、その、な、なんかできるだけ効率よくしたいもんだなってわ、ね、かります、気持ちはわかります、えー。思ってしまうんですけれども、現実はそうはいかないな、ね、そうです。あの、効率化を追求するっていうのは、できるだけ無駄省くってことなんですね。それはコストを削るってことなんだけど、えー、コストを削ることと安全保障の強化っていうのは、これは残念ながらトレードオフなんです。えー、つまり、片側を優先したら片側は削られちゃうんですね。えー、で、今、別にね、あの、 安全保障のためだったらどれだけコストをかけてもいいなんていう気はありません。はい、でもバランスですから、これ。うん、今はちょっとコスト削減とか効率化にバランスが偏りすぎてませんかと。で、ちょっと無駄なね。 ことをやったら住民の皆さんとか国民の皆さんが政府は無駄なことしやがってと怒りませんかと。いや、怒ると思いますよ。そういう空気がまずいんですよね。確かにそのマスコミもですね、コストかけすぎるとそこつっついて。つっついて。無駄の温床とかね。いや、無駄なんですよ。無駄なんだけど安全保障を守る、安全保障を維持するっていうのはこういう無駄なものも絶対積み重ねなくちゃいけないんですよ。残念ながらってことなんですそうですね。起きた時にどうするんだうってことですものね。だってあれですよ、津波対策 の傍聴で作りましたと津波が来なかったら無駄もいいところですよでもやらなくちゃいけないでしょうっていう当たり前のことを気づいてほしいですねそうですねまあこれは東日本大震災の時にも学びましたしまあ今回のこの広島の土砂災害砂防ダムがあったらね起きなかった可能性が高いんですよそうですね公開先に立たずと言いますけどねやはりやるべきことはやるまあもちろんあの無駄というね無駄なことをやりまくっていいって話ではありませんけどもバランスなんですね そうなんですね。はい